はい、やりましょうか。今日は VING の識別ってやつね。要するに動詞の ING 形だよね。例えば、なんだろう、doing とか、writing とか、ね。going とか、そういうやつが出てきたら、一応ね、4種類あるのね。どれかっていうのを見分ける。あれなんだ、勉強なんだけども。とりあえず、どうしようかな。これからやってみようか。下線文と同じ、用法を含む文を一つ選びなさいと。They stayed awake all night talking about the Japanese birds. で、あいうえおって、ちょっと簡単に読んでいくね。They all sat on the floor talking about the case. She's fond of listening to the melody. Playing the guitar is his hobby. My job is driving a truck. I remember meeting her somewhere. どっかで彼女に会ったことを覚えていると。まあそういう意味なんだけども。まず簡単に言うと、まあ不定詞と同じなのね。簡単に言うと。ING っていうのはね。つまり名詞用法、形容詞用法、副詞用法があるわけよ。じゃあ、名詞だったら消せないはずじゃない。例えば、I っていうのは名詞だけども、これ消したら、ね、文にならないじゃない。まあ、命令文にはなるけどね。あるいは何だろう。Her っていうのを消したらおかしいでしょ。あるいは、My job っていうのを消したらおかしいでしょ。つまり、消せないやつと消せるやつがあるんだけども、これはまあ消せないよね。I remember だけじゃダメでしょ。My job is ダメでしょ。Is his hobby ダメでしょ。もちろん消すときはね、ing だけじゃなくて、その ing の目的語としてこれがあるんだからね。She is fond of。これも消せないよね。ということは、消せるのはこれだけか。They all sat on the floor。ね、これは消せるよね。つまりこれは要するに、なんて言えばいいのかな。副詞って考えようかな。ね。これも消せるでしょ。They stayed awake all night talking about the Japanese birds.、要するにこれはさ、stay awake してたんだけども、どういう状態だったか、その時ね。あるいは sat on the floor ってしてたんだけども、その時はどういう状態だったかを表すんだけども、要するにこれは何だろう。疑似保護とか言うんだけどね。疑似保護。疑似保護。あるいは、まあ、準保護とかね。準、あれ？ん？保護か。保護、同じ C なんだけども、普通の C っていうのは省略できないわけよ。例えば、ちょっと待ってね。They all sat on the floor talking about the case. ちょっと長いかな。これはさ、要するにね、この They all sat on the floor っていう文と、They was talking about the case か。about the case。 そのことについて、その事件についてでもいいけど、を話していたと。これが一緒になった、プラスしたものなのよ。だから、ね、これを省略して、こうつなげたって感じね。文詞構文とか書いてある参考書もあるけどね。まあ、どっちでもいいと思うよ。だから、正解は、あですよね。あとは何かっていうと、前置詞の後にあるんだから、これは動名詞だよね。で、これは主語の位置にあるんだから、主語になるのは、名詞だから動名詞だよね。あるいはこれも保護の位置にあるんだから、これは何だろう。これはさ、My job is driving a truck。My job。これはさ、ちょっと気をつけなきゃいけないんだけども、これとさ、例えばね、I am driving a truck。これの区別をしてほしいんだけども、つまり、あれ。これはさ、逆にできるでしょ。Driving a truck is my
job でできるじゃない。ということはひっくり返せるということは、これは要するに SV、S イコール C なんでね。つまり、これは、名詞なんだよね。例えばこれの、こういうのと同じよ。John is the leader. ジョンがリーダーですと。The leader is John. 言っとくけど、すべてのね、SVC がひっくり返せるとは限らないからね。これが全く一緒だっていうとき、ひっくり返せるわけよ。ね、だから、これはまあ名詞だよね。まあ要するに同名詞だよね。ことだよね。ところがこっちはさ、ひっくり返せないでしょ。Driving a truck, am I? じゃないよね。ね、これはだから、なんて言えばいいだろう。まあ B プラス ING だからここだよね。ね、これは進行形だよね。進行形。これの考え方はね、こういう考え方もあるわけね。要するに、ちょっと今まで VING 出てきたのをまとめると、VING は要するに同名詞の時があったと。これでまだあんだよね。これは出てないのか。分子の形容使用法。分子の形容使用法。これはまだ出てないけど、後で出てくると思います。ほいで、あとなんだっけ。分子構文。で、最後に、B プラス、まあ、進行形だよね。進行形。の4つがあるのね。可能性としてね。で、これは、一応、この B プラス ING だよね。ね、まあ、4つに分けるのが一番いいかなと思うのね。というのは、もう一つの分け方はさ、こういう分け方もできるわけね。分子の形容使用法っていうのは、例えば、ほら、sleeping baby とかっていうことよ、ね、これは形容詞っていうのは2つの働きするじゃない。名詞にかかる形容詞と、例えばさ he is tall っていう形容詞と、he is a tall boy っていう形容詞があるじゃない。使い方、つまりこっちは SVC の C になるわけだよね。あるいはこっちは M になるわけでね。要するにこれ消せるわけじゃない。ところがこっちは消せないわけでしょ。ほいで何をやっとしてたのか忘れたけども、要するにこのスリーピングなベイビーっていうのが名詞にかかる、ね、形容詞だと考えたら、これはさ、例えば C になる形容詞って考えることもできるわけよ。I am driving a truck ってね。まあできるんだけども、SVC って考える、なんかそういうふうな、なんていうの？説明もあるけどね。ただこれをやっちゃうとさ、不都合なことが出てきて、例えば、I am、どうしよう。I am、giving you a pen とかいう文あるとするじゃない。まあ、SVOO だよね。そしたら、これもさ、SVC になっちゃうわけだよね。つまり、ここは C ね。ということは、でもこれは実際はこうでしょ。I am driving a truck ってのは SVO でしょ。これは SVOO でしょ。ね、だからもう何でも進行形の文は SVC になっちゃうからね。そういうふうに考えたら。だから、やっぱりこれは、これは一つって考えるべきだよね。ちょっと難しいかな。まあいいや。はい、その次。I found a sleeping cat in the sleeping car、ね。これちょっと訳してほしいんだけども。同じ sleeping なんだけども、実はちょっと違うわけね。どう違うかっていうと、sleeping しているのは、これの主語は何かってことでね。こっちはほら、The cat is sleeping でしょ。猫が寝てるわけでしょ。こっちはどう？ The car is sleeping かね。この car っていうのはさ、車っていう意味じゃなくて、寝台車っていうことよ。つまり、夜行列車の寝台ね。ね。つまり、こっちは猫が寝てるんだけども、こっちは車両が寝てるわけじゃないでしょ。寝るための車両ってことでしょ。
A car for sleeping ってことでしょ。こっちは動詞の形容詞だなんだけども、こっちはね、一応動名詞っていうわけよ。A car for sleeping。sleeping は動名詞。だから意味は、私は寝台車で眠っている猫を見つけました。って意味なんだけどね。joke, question, answer. Why did my little brother tiptoe past the medicine cabinet? Answer. He didn't want to wake up the sleeping pills. わかる？なんで弟は tiptoe past the medicine cabinet? medicine cabinet、キャビネットっていうのは薬箱っていうことよ、ね。薬を入れている。そこをティップトーで通り過ぎたのかと。トーっていうのはこれあれだね、足の指ってことでね、まあつま先ってことか。それをつま先立って、要するに音を立てないようにね、通り過ぎたのかと。なんでかっていうと、He didn't want to wake up the sleeping pills、ね、これは眠っているピルじゃないでしょ、薬じゃないでしょ。これは何？睡眠、眠るためのね、なかなか寝れない人が飲む薬でしょ。だから、スリーピングピルって教えてもらったんだけども、あ、これね、本当にここに眠ってるピルがあるのかなって思ったわけよ。弟はね、よくわかんないからね、そういうのが。ね、睡眠薬っていうの、睡眠剤か。っていうのがあるとは知らないからね。はい、VING の可能性っていうのは4つあります。まとめておくと、He's reading a book。 これは進行形だよね。My dog is reading、 あ、じゃあ My hobby is reading a book、ね、これは逆にできるよね。だから動名詞だよね。あれ？ちょっと待って。動名詞イコール、あ、名詞か。名詞用法って書いておこうかな。名詞用法って書いておこうか。ね。要するに、不定詞には名詞用法、形容詞用法、副詞用法あるんだけども、同じよ。ING にも名詞用法、形容詞用法、副詞用法があるわけ。ただ、名前はね、違うけどね。動名詞って言うけどね。ね。ちょっと注意するのは、まあ、中学だったら出ないけど、高校になったらね、こういうの出ますから。これ眠っているのはバッグじゃなくて、ね、眠るための袋ね、寝袋。キャンプとか行く、ね、その次、同じ reading books なんだけども、あ、ブック、あ、ブックか。The boy reading a book over there is my brother、ね。今度はこれ消せるよね。The boy is my brother ってね。ということは、これはここにかかってんだよね。The boy is reading a book over there。 そこの is を消したら、こういうふうに後ろから前にかかる、そういう形なんだよね。まあ、これと同じことだよね。 sleeping な baby。 ただ違うのは、いちごだったら前から後ろでも、こういうふうになったら、まとまったら、2語以上になったら後ろから前。どっちがデフォルトかっていうと、英語ではこっちの方がデフォルトね。基本なのね。後ろから前。分子の形容詞用法っていうのを、これなんていうの？これ形容詞用法でいいのかな？ちょっとわかんない。形容詞用法。その次、ずいぶん前に作ったんでね、もう忘れちゃった。Reading a book, he fell asleep. こういうのを分子構文って言うんだね。高校で習うやつだけどね。分子構文っていうのは、要するに、名詞用法、形容詞用法ってあるんだから、副詞用法でね。違いを考えてほしいんだけども、これはさ、これ、reading a book over there してるっていうのは、主語はどれかっていうと、the boy でね。こっちは、主語はどれかっていうと、reading a book してるのは彼でね。ね、こっちが主文の方のこれね、主語ね。どうしようかな。He is like asleep。 ここはまあ自分でできるでしょう。これも、これだけちょっとだけやっとこうか。Walking 10 miles a day is a heavy work. Walking 10 miles, he finally arrived there.
主語になってるよね。ということは主語になるのは名詞だから、動名詞だよね。こっちはさ、これ消せるじゃない。ということは、これだけでも文になるじゃない。He finally arrived there。ということは消せるっていうことは副詞だってことね。特に、ちゃんとした文の前は必ず副詞ですから。というのは、ね、名詞はこんなとこ来ないでしょ。だって名詞っていうことは S か O か C かになるわけだからね。もう S はあるわけだからね。あるいは形容詞は来ないよね。形容詞だったら、ここの前に来るはずだよね。The boy とかね。そういうのがね。それにしたってやっぱおかしいよね。ということは副詞だから、これは何て言うんだっけ。分子構文でいいのかな。あ、違うわ。ごめん。副詞でいいんだ。まあ分子構文で書いてもいいけど、こっちは名詞だよね。だから同じ形をしてても、ほら、動名詞と同じで、to go to school ってなってても、名詞用法としても形容詞用法としても副詞用法としても使えるわけよ、基本的にね。その次、I have a brother living in New York。こうこうこうしているブラザーを持ってると。だから形容詞でね。その次、try to avoid traveling in the rush hour。ラッシュアワーに、移動するっていうのかな。そういうのを避けなさいと。これは、この ing は何かっていうと、もちろん avoid っていうのは、ね、他動詞で何かを避けるっていうことだから、これは名詞だよね。あともできるでしょう。ちょっとめんどくさいのもあるけども。これだけやってみようか。これ。Would you mind opening the window?、ね、Would you mind? 嫌ですか?オープニング・ザ・ウィンドウするのは。マインドの後、ね、これも他動詞だから、ing は動名詞だよね。じゃ、だから、動名詞を探せばいいと。動名詞どれだろう ?I heard someone calling her name from behind. She was caught stealing the money. He behaved himself quite well, considering his age. ちょっと難しいな。I'm sorry to have kept you waiting. They could not help laughing at the sight. わ。Help laughing at the sight. ちょっとこれ難しいね。マインドっていうのはこれね、嫌がるっていう他動詞ね。だから他動詞の目的がなってんだよね。だからこれかな。Help ing。まあ動名詞だよね、要するにね。なんていうの?後に不定詞を取るか動名詞を取るかっていうので、動名詞を取るやつをね、例えばメガファスとかメガフェプスとか、なんかクリームソーダかなとか覚えたと思うけども、あれね。あとのはね、ちょっとややこしいんだ、これ。SVO でね。で、こっちが、まあ、C っていうのよ、こういうの。近く動詞って言って、なんとかがなんとかするのを聞いたっていう意味か。ちょっと後のはね、解説すると長くなるんでやめますね。これはいいのかな。あとこれはさっきのほら、スリーピングバッグとかいうやつね。リビングルーム。リビングクリーチャー。生きてる部屋じゃないよね。部屋は生きないよね。こっちは生きてるでね。スモーキングチムニー。スモーキングルーム。これはチムニーがスモークしているわけでしょ。そうだよね。こっちは、ルームがスモーキングしてるわ、ルームはね、煙出さないし、タバコを吸わないし。だからこっちは喫煙室っていうことかな。バッグはショッピングしないよね。でも、人はショッピングするよね。だからこっちは動名詞。あとは何?分子の形容詞か。動名詞か進行形。同じ、ほら、is。BING でもちょっと違うわけよ。こっちは My brother is collecting rare Japanese coins。これは進行形だよね。とはこっちは My hobby is collecting rare Japanese coins。これは進行形じゃなくて逆にできるから動名詞ってやつだよね。
まあちょっと自分でやってみてよ。例えばここだったら、なんだっけ、これは。ん？これどう書けばいいんだろう。進行形って書けばいいのかな。進行形の一部って書けばいいのかな。あるいは、こっちは動名詞だよね。書いてみて、ほで、これでチェック入れてくれれば、これ違うね。で、わかんないときはさ、もう進行形だけでいいのかな。これにやってみて、もう一回答え合わせしたら、多分合ってると思うんだ。ね。全くわかんないときは、ここへカーソルを置いて、ここでヒントっていうのを押してください。そしたら、1文字目が出るから。ね。ドって出ることは、これは動名詞ってことでしょ、多分。動名詞か。一応最後までできたら、最後までできたら、例えば、これとかやってみればどうかな。115問あるからね。There is no inviting so many people at a time. There is no inviting. まあ、これは難しいな。No っていうのはこれ、No なんとかってくるじゃない。No one とかさ。No money とかさ。ね。だから、これはほら、あとか、あんとかと同じだからね。あは一つでしょ。ゼロは No でね。だから、No の後には、何が来るかっていうと、名詞が来るわけだよね。There is no ing ってやつかな。難しいよね、これ。その次、playing games and singing songs. He had a very pleasant time. これ全部消せるでしょ。We had a very pleasant time って言えるでしょ。ということは、ちゃんとした文の前は全部合わせて副詞だから、副詞でいいのかな。その次、in spoken English. In spoken English, this expression is rarely used. これはちょっと違うよね。これはちょっと違うとこで、これは過去分詞の用法だよね。過去分詞っていうのもね、4つ用法があるわけ。何かっていうと、まず、受動態の、あれね、be プラス過去分詞ね。ほで、have プラス過去分詞、完了だよね。ほで、あと2つは何かっていうと、要するに名詞用法はないわけよ、各分詞っていうのはね。動名詞に当たるもんがないわけ。だから、こういうふうに、前から後ろにかかる、こういう形容詞用法でね。つまり、各分詞の形容詞用法。ほんで、もう一つは分詞構文でね。だから、これは形容詞用法だよね。ちょっと、だから、ちょっと、過去分詞のやつも出てるけどもね、まあ、やってみれば、A good book read When one was young can influence one through life. 難しいな。いい本だよね。Read when one was young. 若い時に読まれた良い本は can influence one. One っていうのはこれ人っていうことね。through life. 人生を通じていい影響を与えられると。A good book is read. これはここへかけとこうかな。あるいはここ、分子構文とも考えられるよね。特にカンマとか打ったらね。まあでも形容詞って考えようか。その次は、長いね、これ。じゃあやっとこうか。strictly speaking。これは多分分子構文の、慣用表現ってやつでね。もう決まりか、切った言い方で、これはどこだっけ？これかな？ Judging from what you say。要するにか、どういうことかっていうと、Strictly speaking, each of the leaves in the wood is different from the others。厳密に言うと、葉っぱのそれぞれ一枚一枚は、森の中のね、はもう違うんだと。何一つ同じ葉っぱがないんだと。葉っぱはないんだと。普通、分子構文っていうのは、これの主語は、
ここに書いてあるはずなんだけども、後の主語にと同じなんだけども、これ違うよね。Strictly speaking っていうのは、厳密に言えばっていうのは、この話してる人が主語でしょ。だからそういうのを選べばいいわけよ。こっちはさ、Having breakfast as usual, I began my work。いつもの通り朝食をとってから、仕事を始めたと。朝食をとったのはもちろんこっちだよね。とはこっちは違うわけよ。Judging from what you say、 あなたが言ったことからすれば、判断すれば、he ought to succeed、成功するはずだと、彼が判断するわけじゃないでしょ、だからこれかな。ということで、そんな感じで、ちょっと待ってね。まあ大切なことはこれだよね。この4つ。あれ？これは何だろう？名詞用法。名詞的って入れるのか？ちょっと待って。なんて入れるんだろう、これ。ちょっと待ってね。まあ、合ってればいいと思うんだけども、大体ね。これ何？名だよね。じゃあ名詞的用法かな？名詞的用法でいいのかな？的を入れればいいのかな？形容詞的。で、副詞的って入れるのかな？これでいいのかな？違うね。あれ、なんて入れるんだろう、これ。名詞か。名詞って入れるのか。こうか。名詞って入れるんだ。形容詞って入れて、副詞って入れるね。そうだよね。ちょっと、なんか指示が悪いのかな、設問のね。そうだね。すいません。ちょっと後で書き直しておきます、これね。まあ、これね、結局大切なことは、進行形になるか。これは中1で習ったやつね。ほいで、これはどこで習ったんだろう。中2の、真ん中あたりかな。ほいで、これは3年生だよね。分子の形容詞用法っていうのはね、3年生。ほいで、これは高1だよね。分子構文っていうのはね。4つしかないから、まあ、わかりやすいでしょ。文中のどこに来ても、ING がどこに来ても、必ずこの中のどれかだから。じゃあ終わりましょうか。